川あきこのアニラジグランプリスペシャル。さて、3組目のゲストはラミューズの皆さんです。よろしくお願いします。あ、何やら女の子の声がたくさんするブースの中には4人の女の子がいます。私も含めて。はい、ラミューズとは何ですか？リーダーから説明してください。わお、ラミューズの意味はですね、はい、芸術とか音楽の女神という意味なんですけれども、はいはい、どうなんですかねで、何の団体？バンドやってるんですよ。はあ、今喋っているのはリーダーの小泉です。小泉です。ベースやってます。はい。あ、じゃあ今ね、自己紹介してもらっちゃいましょうか、その流れで。あ、そうですか。はい、はい、ギターを担当しておりますおとなしい山口和子です。そうそうそう何言ってるの、嘘っぱちでございますひどい、ボーカルとキーボード担当してます小谷信子です。はい。で、私は中川明子ですが、ドラムを担当しております、うん、という4人組がね、ラミューズなんですよ、ね、はい、はい、で、ここに登場していただくということはですね、ラジオ番組をやってらっしゃるそうで、はい、はい、ちょっとどんなラジオなんですかね。一番最初は去年の97年の4月に声優になりたいラミューズへの道っていうラジオやりました、はい、うん、9月までやって、でそこでバンドができたんですよね。そこでバンドできたんですけど、うんうんうん、何やらドラマが、ラジオドラマがあって、うん、ラジオドラマの中でそのバンド活動してる女の子たちの話をやって、うん、まあ、実名で出てたんですけど、うんうん、それで実際に作ってみようかって作ったバンド。なんといい、はい、うん、それが去年の今頃の。そうですね、はい、今頃というのは、はい、今頃って言ってもしょうがないんでしたで、次の番組はりなちゃん。ああ、私になりましたね。名指しで行きますけど。声優になりたいが9月に終わって、その後10月から、今年の3月まで、うん、レディオアラミューズという番組を、またもや4人でやってましたね。うん、はい、うんうん。やってましたね。やってましたね。これは結構ロックな感じの音楽が結構かかった番組でしたよね。でしたね、うん、声優とは、うん、かけ離れて、うん、音楽番組っぽくやってましたよね。そして今の番組、勝子ちゃん、へい、ラララ・ラミューズという番組を AM 神戸さんの方でやってるんですけれども、はい、毎週土曜日深夜12時から12時15分、15分間なんですけれども、4人のおしゃべりが堪能できるという、はい、今は2人ずつなんですけどね、うん、いろんなパターンで、そうですね。やっております。うんうん、この際、うん、今やってるラジオ番組に対する不満がありましたら、吐き出していただきたいと思います。これ言っていいんですか？はい、これはもう心温かい人しか聞いてません。作ったりしませんから。本当ですね。はい。のぶりんどうぞ。私からですか？なんだろう。時間が、短い。時間が短い。15分だもんね。15分。なんか、結構コーナーとかね、みんなそれぞれやりたいなと思っても、15分だと結構短いから、なかなかできないかなと思って。じゃあ、もし、のぶりんが一人で、今日15分やっていいよって言われたら、何をやりますか？ウクレレ。やっぱりね。ウクレレ今のぶりんね、凝ってるんで。そうです。あっこさんもね、凝ってるから。うん、私もね。一緒にやろうね。やりましょう。ほのぼのした会話で。はい。かつこちゃんは？私はですね、もしかしたらリーダーと被っちゃうかもしれないんですけどもね、うん、おはがきで結構、東京の方とか結構雑音が入るっていうおはがきが結構来るんで、うんうん、できたら本当に全国ネットが嬉しいなっていう。いいですね。いいですね。じゃあもし一人で15分間番組乗っ取れるとしたら、はい、はい、ダジャレコーナー。わーそれは、それは寒いのから暖かいのまでできたらいいなと。ダジャレコーナー、はい、そうなんですね。はい、ぜひ、はい、お笑いコーナーでもいいんで、うんうん、やりたいですね。ミュージシャンなのに。そうですか。じゃあリーダーは。ね、物の見事に被ってるんですよね。じゃあまとめて、時間を伸ばしてほしいのと、うん、全国ネットにしてほしいのと、うん、何ですか、また私ですか、ライブですか、ライブですか、告知ですね。ですね、9月の13日に福岡でライブをやるらしいですよ、私たち、うんうんうん、あと10月に関西方面で
至るところで、うん、やるらしいです、はい、詳しくは本誌を見てね、はい、勝手なこと言って乗っけてくださいと言わんばかりにはい、ライブは以上です。はい、で、ほら、7月18日に、そうですね、のぶちゃんが、アルバムを出しました、ラミューズ。初アルバム、ミニアルバムを出しまして、全6曲入ってるんですが、その中で、セカンドシングルで入ってた曲も入ってるんで、ぜひみんなに聴いてもらいたいなって思って。うん、一言で言うならば、どんなアルバム？わかりました。ありがとうございます。何でもないです。いや、なんかバタバタとしてしまいましたが、最後に、思い出、思い出ですか？思い出です今までラジオ番組いろいろやってきたと思うんですけれども、何か一つ思い出に残った出来事とか、まあ、放送中でも、放送終了後でも、放送、ん？終了後？収録、うん、終了後でも、何でもいいんで、ラジオの仕事に関する、うん、エピソードなんかありましたら。あ、こっち刺してる。ノブリンが私を刺しましたよ、なんか。こっちからやれと。まだ考えてないな。そうなんだ。エピソードっていうか、ラジオをやってて、なんか、ラミューズやってから初めてラジオ番組やったんですよ、うん、私は、はい。だから、ハガキが来た時すっごい嬉しくて、うん、それが一番印象に残ってるかな、みたいな。あ、素敵、リーダー。しかもそれ一番最後に撮っておきたかった。綺麗にまとめ、もうまとめに入っちゃう。まとめたところで、みたいなところで、みたいな。ダメです、カツコさんも。私はですね、山口はですね、声優になりたいの時も、今のラララララミューズの時もですね、突然お誕生日おめでとうをラジオの中でやってくださったんですね。打ち合わせもなく。それでとても驚きながらも嬉しかったです。ね、美しいもの続きです。美しいもの続き。ノブリンどうするの？ノブリンで落とすという。落ちたから、よろしく。どうしよう。いや、でも私、思い出残ってるのっていうか、一つっていうと結構あれなんですけど、うん、そうですね。ウクレレかな？ウクレレ。この間ラジオで、うん、ラミューズの方で、ウクレレ披露。ラミューズ。よかったから。ラミューズの方でウクレレをやったんですけど、はい、やっぱり練習してると、うん、ラジオでこう生じゃいざっていうのとやっぱ全然違って、うん、間違えちゃいますね。うんうん、ドキドキして。緊張するんだよね、うん。でもそれがね、なんか結構楽しくて、うん、またやりたいなっていう感じで。はい。うん、というわけで、私も言っていいんですかね？言いますか？ラミューズのみんなでタイトルコールが合わなかった時が結構今までやって面白かったなって思います。せーので、見事に言えないんだよね。ありましたね。みんなとそういうハプニングがありますよね。ありましたね、うん、というわけで今日の3組目のゲストは、バンドの強調してバンドであり、声優であり、ラジオパーソナリティである、ラミューズの皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。